サングリーンにやってきました。今日はワノアでランチです。豚キムチ、肉じゃが、セロリサラダですね。はい、はい、日替わり来ました。今日は豚のキムチなんですね。ご飯に煮物というのでは持ち上げよう。豚キムチを、コーヒー来ました。ここはデミタスです。これコーヒーゼリーやね。はい、デザートコーヒーゼリーでかぶってました。佐川町の役場までやってきました。今日はここを歩いてみようと思います。桜満開ですね。ぼんぼりもついてお花見気分はありますが、時節柄お花見をしている人はいないようです。あ、いますね、あそこに。お弁当を食べてるんでしょうか。満開ですね。ずっとあの川に張り出した枝ぶりがいいね。この、橋の上から見てみましょうか。そうだね。うわすごい、この鯉がすごい大群で泳いでます。見えるかな、この下大群です。桜もすごいが鯉もすごかったというやつですね。餌を求めてこう人の方へ来るようですね。はい、ずっと歩いていってみます。まあまだつぼみもあるんで満開ではないのかな。あ、でも両側にずっと桜が咲いて綺麗ですね。ここは本当に綺麗な割に人がいないので歩きやすいです。東京の千鳥ヶ淵はどんなんでしょうか。歩けないんじゃない。綺麗、お堀みたい。水面に花びらが浮かんでとても綺麗です。ちょっと JR 待ってみましょうか。いつ来るか。
ってきました。役場の駐車場まで戻ってきました。ここまでで48分 2.33 キロ、標高差は2メートルでした。いや、とても綺麗でした。また人が少なくてよかったです。それではまた。